何が、私はタズサを信じるだけですよ。昔からマスコミを敵に回すのだけは一人前ですからね。まあ、いろいろお盛んなくらいじゃないとプレッシャーには勝てないですよ。お盛んといえば桜の選手高島コーチと熱愛かっていう記事も出てましたが、そこで早速取材してきました。おかしいと思ってたんですよ。いくらコーチとはいえ、年頃の娘さんと独身の男の人が同居だなんて、今にして思えば変な雰囲気ありましたよね。さて、最初に噂になったフリーライターと長年の付き合いのコーチ、どちらが本命なんでしょうね。そんな噂話言ったのはどこのどいつよ。今すぐ叩き切ってやる。たくねえ、落ち着いて。あんたもあんたよ。姉が侮辱されてんのにしれーっとした顔で。私に怒ったってしょうがないじゃない。じゃあ誰に怒ればいいのよ。あのさ、コーチ、まったく世の中今も昔も変わらないみたいね。こうなったら早い方がいいな。実はな、オリンピックが済んだら言おうと思っていたんだが、かえっていい機会かもしれん。まさかマジで？あ、私宿題があるから。一体何がどうなってんのよ。モテモテだね。今何時だと思ってんのよ。早寝早起きのアスリートとは決定的に違う人種だからね。でも睡眠不足は体調を崩す元だよ。ミカちゃんの家にでも泊めてもらったら。なんで私が逃げる必要があるの？ちょっと何するの？お帰りいただくのよ。今出てったらそれこそ狼の群れの中の羊だよ。知ってる？日本のことわざによると、追い詰められた子羊は狼を噛むのよ。僕の記憶によればそれはネズミだけど。どっちでもいい。あ、安眠妨害です。帰ってください。ちょっとまずくない？ここはまずい。ひとまずこっち。ミッドさん、王子様みたいだね。やっぱりプリンセスタズサを心配してきたんだろうな。偶然でしょ。勇敢の写真週刊誌も見たよ。心配して来てみたんだ。ほらね。うるさい。やっぱりまずかったかな。いえ、そうじゃないんです。僕には命令するくせに新田さんには素直なんだね。あのね、とにかく車の中へ。いないぞ。さあ入って。ここって？僕の仕事は。危ない。座ってて、今コーヒーを入れるよ。こんな時間に独身男性の部屋を訪ねるなんて、レディーのすることじゃないね。じゃあ、あのまま、マスコミにもみくちゃにされる、子羊ちゃんになれっていうの？それに招いたのはあっちだし。それが相手の思うツボ。思うツボ？そう。例えば。それとももっと大胆に。なんてことさ。あんた、なんてこと考えたよ。いやらしい。僕は当たり前の推察を重ねただけだよ。出なきゃ新田だって。あんたならそうするわけね。まさか。僕はジェントルマンだからね。何がジェントルマンよ。このエロカナダ人の幽霊お化け、略してエロ化けが。エロ化け。僕は心配して。もういいよ。だったら好きにすれば。ただキスだけはごめんだからね。ああ、もう聞きたくない。エロ化けピートのバカ。どうかした？何
も。さてと。まさか本当に。だから言ったじゃないか。あの新田さん、あの あそれはこれって、紫藤京子の写真ばかりだ。しかも試合の時とは一味も二味も違うね。あのこれは何でもないんだ。何でも本当たまたま、そうたまたま本当偶然紫藤選手を映すことが多いってだけで。もしかして好きなんですか紫藤さんのこと。違う、その僕はただ紫藤選手の試合と違う表情のギャップが魅力的。あじゃって、なんだ、あのピートがあんなことばっかり言うから。だっていかにもだったし。え、いえ何でも、私そろそろ帰ります。何も言ってこなかったから心配してるといけないし。ちょっと待って。ん、これ桜の田草の今までの試合経過をまとめた記事なんだ。すごい、よくまとめてある。それにとても迫力のあるいい文章だ。途中で終わってるわ。そこには桜の選手のインタビューが入る予定さ。オリンピックでメダルを取った後のね。本気ですか？言っただろ、信じてるって。君ならメダルを絶対取れる。当たり前じゃないですか。私は100億ドルの女、桜の田草ですよ。そうだったね。安心してください、私の独占インタビューは新田さんのものですから。じゃあ、ああ送っていくよ。これ以上噂になったら大切な誰かさんに誤解されちゃいますよ。ただいま。こんな時間までどこ行ってたのよ。うん、ちょっと。ちょっと待ったわ。マスコミが騒いでいる以上、隠しておいてもしょうがない。はい？実は、結婚を申し込もうと思ってな。副兵ありか。高島コーチのことすっかり忘れてた。うるさい！コーチのことじゃなくて、その。驚かせてすまない。でもこれはずっと前から考えていたことで。でも私たち、コーチと選手の間柄なのよ。だからこそ一番に知ってほしかったんだよ、彼女のことを。いやー、それ以上聞きたくない。彼女？ああ、ひとみさん。はい、はじめまして、ひとみです。高島ひとみ、うん、いい名前だ。というわけだって。それはおめでとう。結局新田さんもコーチも本当にただの誤解だったね。人騒がせだよな。人騒がせなのはあんたよ。え？持ち上げるだけ持ち上げてくれちゃって、何がキスはするなよ。だけど田草がまんざらでもない風だったから。私の勝手でしょ。だって嫌なんだよ。男とキスするくらい何よ。私の体に居候してるんだから我慢すればいいじゃない。でも嫌なんだ。田草が他の誰かとキスするのは絶対嫌だ。え？これって私が赤くなってるの？それともピートが？ピート、私の顔見えてる？ああ。これってもう寝るわ、はあ、おやすみ。おやすみなさい。
止めたのはタズサだろ。止めた記憶ないもん。かわいいよタズサ。勘違いしないで、私がつけたいだけだから。僕のためだろなんて言ってないけど、そういうの語るに落ちるって言うんじゃないの。最低、あんたみたいに最低なやつ見たことない。二度と話しかけないって。あの今までのことは辛い恋に悩んでたストレスからだったんだって。私でよければ話を聞こうと迎えに来てみたんだけど。ごめんね、もう話しかけないから。